日本生命 B リーグ 2022-23 ポストシーズンスペシャル、サポーテッドバイ島田のマイク。この時間は琉球ゴールデンキングスの今村啓太選手にお越しいただきました。ようこそ。はい、これね、はい、本当に昨日広島でね、はい、最終戦を戦った後に来てくれてるから、もうちょっと疲れてると思うの。ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、別にこの番組だけで来たわけじゃないからね。会見がある流れっていうことはありつつもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。大変でした、やっぱり60試合。そうですね、まあ、本当に、まあ、今年やっぱ西地区がすごく過酷な地区だったので、うん、まあ、そこを勝ち抜くのが本当に大変だったシーズンだったなと思います。でもやっぱ最後に、はい、あそこで勝ち切って、まあ、西地区1位6連覇、はい、まあ、皆さんそこかなり意識してたんですか。そうですね、途中から少し離されて、まあ、そうですね、厳しい局面あったじゃないですか、はい、なんかこう、まあ、チームの中で話したのは、うん、ちょっとやっぱ他力本願な部分がやっぱあるというか、ね、こうそこを少し頼らなきゃいけない部分もあったので、うん、まあ、なんか僕らとしてはそこにこう、うん、まあ、フォーカスしすぎず、やっぱりこうチャンピオンシップっていうものは決めていたので、うん、まあ、そこに向けてチームをしっかりと作っていくようにっていうのをこうやり続けた結果、まあ、素晴らしいタイトルを獲得できたのかなとは思います。なんか持ってますよね、やっぱり、ね、持ってましたね、今シーズンは。もうなんかそれは思います、はい、いやね、ちょっと最近俺がよく言うんだけど、勝つというよりも負けない、うん、強いなっていう感じがするんだけど、まだ3年目よね。そうですね、3年目です。あれね、ちょっとそれもちょっと島田調べでは、はい、ちょっとびっくりした。そうですか。え、3年だっけって、なんかもう完全にチームの主軸で、わかります、もう中心選手って感じがするから、もうなんか田代選手と被るぐらいずっといるぐらいの感じするんだけど。ちょっとそれは僕としてはちょっとおこがましいというか、おこがましい、あのやっぱ田代先輩がいるので、いやいや、もうそのぐらいなんかずっと主軸でやってる感があるぐらい、キングスにはもう欠かせない選手になってるっていう、やっぱ自覚はありますでしょ。そうですね、まあ、そう言っていただけるのもありがたいですし、うん、やっぱりこう、まあ、責任を持ってしっかりやろうというふうに決めてやっているので、うん、まあ、そう言っていただけるのは本当に嬉しいですし、まあ、まだまだ頑張らなきゃなと思います。一応あの地元一緒ですから、新潟県出身ですから、先輩のシンパシーを感じながら。まあちょっと長岡寄りですけど、そして今回のチャンピオンシップのテーマが共に超えろというものなんですね、はい、でこれにちなんで伺いたいと思います、はい、ズバリ CS に臨む今村選手が超えたいことを、ここで宣言をしていただきたいですが、はい、超えたことですよ、はい、マイクに向かって、はい、結構ざっくりした質問だから大変かもしれませんけど、はい、そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、はい、そうですね、ズバリ僕は共に歴史を超えろです。お、はい、いいじゃないですか。歴史を超えろ、歴史を超えろ、キングスの歴史長いですからね。そうですね。え、どこら辺をどんな風に超えていく感じですか。やっぱりこう、まあ、僕が全然移籍する前の話なんですけど、うん、やっぱり BJ リーグで、4度の優勝を果たしていて、うん、ただやっぱこう B リーグになってからは、まあ、去年ファイナルまで行かせてもらったんですけど、うん、やっぱりそれでもやっぱタイトルってものを取れなかったので、うん、こう B リーグの中でもそうですし、まあ、キングスの歴史の中でも、うん、まだやっぱこうタイトルっていうものを取れてないので、うん、まあ、その歴史をやっぱりこう今年しっかりと超えたいなというふうに思っているので、まあ、それを、まあ、その気持ちも込めて。なるほど、はい、でも確実になんかビュンって超えるっていうよりも、そうですね、キングスでもこうこの一つの山があったら、うん、こう着実に超えるに向けて登ってますよ、うん、私たちってぐらい、はい、もう誰から見ても分かるぐらいの登り方してるじゃないですか、はい、もうなんか近づいてる感はありますよね。そうですね、まあ、どうなんですか、選手からすると。僕まだ3年目なんですけど、うん、まあ、琉球ゴールデンキングスのやっぱこうカルチャーとしても、うん、こう積み重ねっていうのをすごく大切にしている、うん、あのチームだというふうに思っているので、うん、まあ、こう、ね、楽しいことというか楽なことばかりではなくて、やっぱり苦しいことの方が多いんですけど、うん、まあ、それをしっかりとステップ踏んできたなっていうのは、はい、今年も感じてます、うん、はい、歴史を超えろ、なんて美しい回答なんでしょう。チェアマン、そう言われると恥ずかしいです、もう素晴らしい、ありがとうございます、ね、そんな素敵なコメントいただけると思ってなかった、ね、素晴らしい、歴史を超えたいですね。そうですね、まあ、でももう数々の歴史を作ってきたキングスだからこその最高峰のね、高いところを超えていくっていうところの、ここの最後、ここまではいけてもね、うん、最後を超えるところってやっぱ簡単じゃないですからね、はい、そうですね、そうですね、まだ今年も挑むと、はい、天皇杯でもね、はい、2回悔しい思いしてるからね、はい、うん、僕自身ハングリー精神を持ってずっとやってきてる部分もあるので、うんうん、そこをやっぱりこう、まあ、キングスとしてもこうタイトルを一つやっぱ取ることによってまた違 う, こう僕たちっていうのができるのかなとも思っているので、その先に行くためにはやっぱりタイトルを取らなきゃいけないと思っています。
そうですね、はい、その世界をやっぱり一回見ないとね。そうですね、次にね、はい、行くにはね。いや、悔しさをバネにするって皆さんおっしゃいますけれども、うん、そのバネに仕方って人によるところもあるかと思うんですが、うん、今村選手はその切り替えだったりどうしてらっしゃるんですか。もうこの日眠れないみたいな一戦もあるわけじゃないですか。そうですね、僕はこう、まあ、なんていうんですかね、そこまで思い込むタイプではないんですけど、日々こう忘れることはないというか、やっぱ去年ファイナルで負けたあの光景っていうのは、やっぱりレギュラーシーズンもそうですし、日々の練習の中でも僕は絶対忘れないようにはしているので、まあそのやっぱ積み重ねをこう続けていくことで、こう自分が欲しいものがこう獲得できるというふうに思っているので、まあ僕は積み重ねかなというふうには思います。素晴らしいね。やっぱその悔しい悔しい思いをこう常に忘れないで置いておけるから、記憶にね、はい、だからこそこう日々苦しくても頑張るそのエネルギーになるっていうところはあって、それの蓄積ってことですよね、はい、そうですね、なるほど、はい、まあ、その積み重ねの先にこのチャンピオンシップがあるわけで、また期待したいところですが、アリーナいかがですか。いや、一言で言うとやっぱ最高ですね。やっぱりあの、まあ、本当に沖縄アリーナ自体も本当に素晴らしいアリーナなんですけど、やっぱりそこに集まってくださるブースターの方々っていうのはまた最高なので、もうそれが2つ合わせて本当に最高のアリーナかなと思います。なかなかああいうね、はい、アリーナで選手としてプレーできるというのは幸せだし、何よりもあの立派なアリーナだけじゃなくて、あれだけキングスのファンの皆さんが熱くて、あれだけ多く応援に来ていただいたら、そりゃ力になりますよね、はい、もう何よりも本当強い力になるので、はい、チャンピオンシップやっぱりクォーターファイナル、セミファイナルをこうホーム開催できたっていうのは本当に僕たちとしては大きいです、ね、大きいですよね、はい、また連れて行きたいですね。そうですね、キングスブースターをね、はい、あの舞台にね。そうですね。ではですね、CS でこのキングスの、今年のキングス、ここ見てほしいというのか、ここっていうのを PR してもらっていいですか。そうですね、やっぱり僕らこう、まあ、特に今年思うんですけど、やっぱ怪我人が今年なくて、もう本当健康な状態で CS に入れるので、今年本当に見てもらいたいのは、こうキングス誰が出ても同じスタイルのバスケットボールを貫ける選手が揃っているので、はい、そのなんていうんですかね、一貫してこうディフェンスの激しいキングスっていうのを見ていただけるとすごく楽しめるのかなと思います。なるほど、はい、まあ、そっか、怪我人がね、どのクラブも属してる中、ね、はい、キングスはそんなに確かにあれだね。そうなんですよね、あの渡辺選手戻ってきたしね、はい、去年そこで少し悔しい思いをした部分もあるので、ね、うん、何よりもやっぱこう健康体で迎えるっていうのはやっぱこう、まあ、フロントスタッフもそうですし、メディカルスタッフのおかげなのかなと。僕はもう本当にシーズン MVP は彼らに与えたいように感じてます、はい、スタンディングオベーションみたいな空気になりましたけど ね、 今ね、この番組見てるね、もうキングスファンとかその他のファンも、うん、もう相当ファン増えてます。ありがとうございます。SNS のフォロワー急に増えてます。ぜひお願いします。間違いない。最後にじゃあ、 CS に対する意気込みだけ、はい、そうですね、いただいていいですか。はい、まあ、チャンピオンシップ去年負けてしまって、うん、まあ、ファイナルっていう思いをこう常に持ってるんですけど、うん、まあ、あのファンの皆さんもそこに対する期待っていうのはしてくださってると思うんですけど、うん、でもやっぱりこう自分たちが大切にしてきたのは積み重ねなので、うん、やっぱクォーターファイナル、うん、しっかりと一戦一戦、うん、しっかり自分たちの勝ちにできるように、うん、あの積み重ねを大事にして、はい、あの見ている皆さんにも楽しんでもらえるように頑張っていきたいなと思いますので、うん、はい、引き続き応援よろしくお願いします。ちょっとあの名古屋さんどの辺警戒してますか。そうですね、やっぱりこうトランジションも早いですし、展開も早いですし、うん、名古屋さんもどちらかというとどこからでもこう、うん、いいバスケットボールを展開できるチームなの で、ね、うん、まあ、40分間こうどれだけ自分たちが気持ちよくプレーさせないか、うん、どれだけフラストレーションをためさせられるかっていうのがすごく大切になってくるかなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります、はい、この時間のゲストは琉球ゴールデンキングス今村圭太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。